朝香宮鳩彦王、または、朝香鳩彦は、日本の旧皇族。旧陸軍軍人。国宮朝彦親王の、第八王男子。明治三十九年三月、朝香宮家を創設。日は、明治天皇第八王女上市内親王。兄に、国宮国彦王、那須本宮森正王、弟に、東国宮敏彦王。長男高彦王。 次男音羽正彦。1947年10月14日に、功績離脱した。最終階級は、陸軍大将。君闘は大君以降を一級。ゴルフの宮様と呼ばれた。第125代天皇、秋人の王子にあたる。陸軍大将であったため、朝香大将宮殿下とも呼ばれた。1887年10月。 国の宮朝彦親王の第八王子として生まれ、1906年3月に朝香宮家を創設。朝香宮の宮号は、朝彦皇が伊勢神宮の祭主を務めた縁で、伊勢にある朝香山にちなんで名付けられたという。1910年に、明治天皇王女上しない親王と結婚した。鳩彦皇は学習院、東京陸軍地方幼年学校。 陸軍中央幼年学校を経て1908年5月27日に陸軍士官学校を卒業し、同年12月25日、陸軍風評省委に任官し、この F 布第二連帯布となった。また、1907年10月4日、貴族院議員に就任した。1917年頃、陸軍風評大尉当時、大勲一課大受賞を配用。 1914年11月に、陸軍大学校を卒業し、不評第61、連隊中隊長となった。大正11年10月から14年12月まで、朝白尺の金で、フランスに留学した。大正12年4月1日復活祭の日曜日、儀兄北白川の宮重久夫は、運転手のビクトール・デリア、 北白川の宮皮ふさ内新能と御用係、エリザベートソビー、鳩飛行を連れ、排気量 3970cc のボワザン二 23CEV で、同ビルに、泊まりがけの予定で向かった。ノルマンディのエブルーで昼食を取った後、ご風運転手から運転を変わって、シェルブール方面に出発した30分後、ペリエラカンパーニュ村の付近で、アカシアの巨木に衝突した。 聖久志王と、助手席のデリアは死亡し、後部座席のふさこひ、鳩飛行は、重傷、ソビーは、軽傷を負った。大正12年4月3日、不読売新聞によると、聖久志王は、当初、朝香宮ではなく東国の宮都市飛行をドライブに、誘ったが、都市飛行は、あなたの運転は、失礼ですが、まだ十分でないからお止めなさい。 私はイギリスに行く約束があるからと断って、ロンドンに向かったという。東国の宮日誌によれば、鳩飛行は、事故当日、戦役があったのだが、性被差しに強いて進められたので同行したなどと、語ったという。鳩飛行は、顎を砕かれた他右足大腿中央部骨折、左の親指と人差し指を骨折した。この事故後、右足は、 少し不自由になった。樋口喜一郎は、回想録に、朝香宮のお足の不自由もそれに原因するのであった。と記した。都市飛行は、やんちゃ孤独に、北白川の宮人、朝香宮は少しびっこになっただけで済みました。と記した。怪我の療養のためフランス滞在が長引いたことで、フランス文化により、長く触れることになった。 看病のためと仏した宮城ともに1925年のパリ万国博覧会を観覧し、同様式に対して強い関心と理解を示した。あとの1933年に完成した東京都港区芝白金台町の朝香宮邸は、日本の代表的なアールデコ建築とされている。その後、陸軍少将、陸軍中将と昇級士不評第一旅団長、 この絵師団長、軍事参議官を歴任する。1937年12月2日、上海派遣軍司令官を拝命し、直後の南京攻略戦に参加、現地にいたこともあって、いわゆる南京事件の実際の責任者の一人として、疑いが持たれている。1939年8月には、陸軍大将に上った。後の太平洋戦争終盤においては、 主戦論者として本土決戦に備えた陸海軍統合を主張、力説していた。また、小磯内閣当時には杉山元陸軍大臣の鋼鉄を求めて運動したこともあった。1946年5月23日、貴族院議員を辞職。1947年、GHQ の命令により、同年10月14日に功績離脱。 公職追放を受けた。NNN ドキュメント15シリーズ戦後70年南京事件、兵士たちの遺言によれば、東京裁判や南京裁判などで、上海派遣軍司令官として、南京大虐殺で、捕虜の殺害命令に関与した疑いで、GHQ から先犯に指名される可能性があったが、高松の宮のロビー活動が功を奏し先犯指定を免れた。 鉱石離脱時、一時金目当ての、うまい話には、一切乗らず、白金台の本邸を外務大臣公邸として貸し、熱海の別荘に今日構えて、ゴルフ三昧の優雅な、暮らしぶりだったという。株式投資をしたり、木材会社に投資したり、資産運用の真似事を行ったが、大きな火傷をしないうちに手を引いたという。名誉総裁を務めた、東京ゴルフクラブは、 昭和5年に来日したアリソンの設計で朝霞コースを造成したがコース名は朝霞宮にちなんで付けられた当時膝折りという地名だったがゴルフ場に膝折りという名前は演技が良くないという話が持ち上がり解明するなら東京ゴルフクラブの名誉総裁でもある朝霞宮鳩飛行の名前をいただきたいと区内省に打診し理事会で朝霞が決定した 膝折村でもこれを機に、調整志向の機運が高まり、浅香町が実現した。陸軍中将当時の浅香宮鳩彦王。左端より、海軍中将、長谷川清陸軍大将、松井岩根、浅香宮鳩彦王。陸軍中将、柳川平介笠原徳氏は、南京事件について責任があるのは、武藤明、松井岩根、浅香宮鳩彦。 柳川平介としている。中国網では鳩飛行が南京事件に関与したが GHQ により刑事捜査を免れたと報道をされている。普通中国合作の映画ジョンラーベ南京のシンドラーでは鳩飛行が南京事件に関与したと描かれたため日本では配給会社がつかず5年間未公開となった。本作品は ドイツ映画賞で最優秀作品賞など4巻を受賞、バイエルン映画賞でも最優秀作品賞を受賞した。浅香鳩彦に関するカテゴリー。ありがとうございます。